ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、いつも見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。何卒チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、今日は、レトロハイカラ屋さん、いつも見ていただきありがとうございます。レトロハイカラ屋さんからですね、はい、うん、まあ、1と3の5人の動画前に上げたじゃないですか、その時に、1と5も近いんじゃないかと、同じ合理で、で、まあ、その違いもどうでしょうみたいな、やってくれとは書いてなかったんですけども、これはその1、5パターンはあるんですか、シリーズ的に。1と5ありましたこのリゾーさんは1と5パターンも書いてましてですね、じゃあよくある5人ですね、きっと。この性格タイプの分析から、タイプ1、タイプ5、どちらもユングの思考タイプに相当しますと、タイプ1は外向型の思考タイプ、タイプ5は内向型の思考タイプ、もしくは私が、リソさんがですね、最も適切な用語でないかと考える主観的思考タイプ、タイプ5ですね、タイプ5は主観的思考タイプに相当しますと。これら2つのタイプの間には形態や様式の面で、重要な違いは存在するが、タイプ1が判断力に優れているのに対し、ルールがありますからね、タイプ5はどちらかというと判断力に欠けるところが最も際立って異なります、でタイプ5としてはちょっと考えさせてくれ、っていうことがあるのかもしれません。もっと冷たいんですよね。そうですね、もっと考えなければ、基本タイプ5は、まあ、思考タイプ、5、6、7、全てそうですけども、ちょっと自分に自信がない、からどうするか、っていうとこだと思うので、そこの辺がその本能タイプのタイプ1と違うところなのかもしれません、かもしれません、これ勝手に私のまあなんか感覚的に1はルールじゃないですか、はい、だからまあ合理だけどルールが重要なんですね。はいはいはい、はい、でそのルールを、そうのルールを作るために合理が必要、はいはいはい、みたいな感じじゃないですか、はい、だけどこう5の人は研究が重要なわけじゃないですか、観察研究、それについて深く知ることが重要みたいな、はい、だからそのルールとかっていうよりもそっちの方が重要みたいな。で書かれているのは、判断力はタイプ5にとって第一に重要なものではないと、彼らは抽象的理論的な面で世界がどのように動いているか理解するために使う、だから深いところを知りたい、これってどうなんだろう、こう原理原則みたいなのが知りたいみたいなところですよね。なんでそのためタイプ5は実際的な世界から超然とし、複雑な知的概念に深くのめり込む傾向があります、まあ有利タイプですからね、健全なタイプ5は観察し情報を評価するのに対し、通常のタイプ5はますます深く自分の思考過程の虜になって、自分の理論に没頭するにつれて自分の理論の真実性や重要性や厳密さを正確に判断する能力を失う、と書いてあります、彼らはだんだんある考えの客観的正当性より、自分の考えが自分の思考から生じる他の概念をいかにうまく説明するように見えるかを気にかけるようになると。自分の理論が合ってるか、合ってるかを合ってるように見せるようにする方向にシフトするみたいな、健全度が落ちていくと、パターン化するって書いてありますから、自分の理論に、でそれに対してタイプ1は、自分が世の中と最も完全に関われるように思考を用いると、彼らは規則を作って、あらゆるものの進歩と改善のために実際的な変化を統制する、タイプ1はタイプ5のように世界から超然とはしていない、彼らは冷淡で個人的感情を表さないかもしれないが、どこか威厳があって恩着せがましい、タイプ1は自分の原則を日常生活に適用することに強い関心を持っています。なんでタイプ5は世界が多分どうなろうと、世界の仕組みが知りたいみたいなところですよね、きっとなるほど
そこの知りたいんですよ多分。よくしようとは思ってない。よくしようではなくて、その世界の仕組みを、世の中の仕組みを知りたいみたいなっていうところで、多分似たような行動にはなるかもしれないけどっていうところですよね。このようにタイプ1とタイプ5は、うん、現実を判断評価する仕方が全く反対であると、うん、タイプ1は自分がそうあるべきだと考えるものに基づく理想的主義的基準から状況を判断し、タイプ5は自分が考える、あるいはすでに発見したものに基づく理論的基準から物事を判断する。理想から判断するのか、自分が考えたものから判断するのか、でもあれですよね、この自分の中のその仕組み的な、もうすでにあるこうそこを当てはめるってことですね。でタイプ1は世の中を良くするために、自分、まあ、それは合ってることかは分かんないですよ、ただそのタイプ1が掲げる理想から、理想から判断する、これは地球を良くするためだと思っている。その理想を叶えるためですよね。 それは地球を、地球が良くなるものだと信じている。信じている。タイプ5は別にそこは、多分どうでもいい、その多分知的欲求的な方に向いていくんじゃないですかね。はいはいはい。でこのタイプ1は円卓的で、原則から個別の応用へと進み、タイプ5は機能的で、与えられた材料からより包括的な理論の形成へ進むと、なんかちょっと村上春樹チックな僕には文字面読んだだけですよ、ね、頭いい人は理解してくださいと、でどちらも理性的で知識を愛するが、タイプ1は世界を完全なものにする手段として、タイプ5は世界についてより多くのことを発見する手段として、なんでタイプ5は世界を知りたい、知りたいんですよ。だからタイプ1は世界を良くしたい、良くしたいっていう違いがあるよと、でそのための知識、そのための知識、でタイプ1は、タイプ5のような分析家、科学者ではなく、教師、道徳家になる傾向がある、なんて書かれています、だからある知識を活用する人と、その知識を深めようとする人みたいな違いですね。そうですね、なんでこのどちらかなって迷っている人に対して、このカレン・ウェブさん、9つの性格タイプが分かるという本では、いい質問があります、誰かに怒鳴りつけられたら、怖がるよりも苛立ちますか？苛立つ、タイプ1です。タイプ1 苛立たない、タイプ5です、まあ、タイプ1以外っていうこともないかもしれないけど、2も3も4も5もみたいな多くのタイプは苛立たない。8とかは苛立ちそうですよね。私タイプ6です。あ、でもタイプ6は苛立ちですか。まあ、これまた恐怖対抗型とあるのでなんですけども、多分苛立つと思う、で多分タイプ1は怒鳴られた、ルールに従ってないのであれば、多分その怒鳴ってきた人がどんな上な人であろうと、多分苛立つと思うんです、多分自分のルールを犯さないと思うんですよね、タイプ1の人って、でっていうことは怒鳴ってきた人のルールが間違っているって。で、なんでタイプ5が怒鳴られた時は、まあビビるっていうよりも、冷淡にバカじゃないかって思ったりはするかもしれません。タイプ5の人は。タイプ5の人は。で、もう一つ、一人になって自分の考えを見つめる時間がいつも必要ですか。いや、自分を見つめる時間が必要ですかと。多分タイプ1はノーですと。タイプ5はイエスです、多分タイプ1はルールがあるから、言われたら多分すぐに答えを出せるんですよ、あるので信念があるので、ただタイプ5は考えたい、それについて考えさせてくれと、より深く考えたいみたいなっていう、なんでご自身が1かな5かなと思ったら、どうなんでしょうね、世界を良くしたい、っていう、もしかなんかこうすればもっと世界は良くなるのに、っていう、まあでも良くなるのにだと5も持ってるかもしれないですね、その知識的にで1は多分良くしようとするんじゃないですかね、で多分5の人は、
この国にこんな判例があるとかでなんかすごい調べてそうですよね、うん、この国この国この国、うん、この国って多分こうそこを掘ってってそこから派生したものをどんどん調べるみたいな、でもやり方もアプローチも違うような、うん、よくしたいにしても、うん、そうだからよくしたいっていうのもよくしたいって強く思ってるわ、うん、と世の中をよくしたい一だと多分理想の社会みたいなところじゃないですか、こうすると理想の世の中理想の社会が出来上がる、まあ、ソクラテス的な、そう、はい、だけど多分5の人はもっと知的な感じだと思うんですよ、知識欲的なこうシミュレーション、はい、こうすると良くなるんじゃないかみたいな、それを知りたい、あと思うに、うん、その自分の意見を、うん、積極的に言いたいか、うんうん、言いたくないかっていうのはどうですか、うん、5の人は言わないと思いますよ、これはこうするといいのにってずっと心の中で思ってる、聞くまで多分聞くまで言わないですよね、うん、で多分タイプ1は、うん、もううずうず、そう、うず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 してると思うんです、絶対これはこうすべきだみたいなことを多分言いますよ、こう上司であっても、はい、何であっても、僕のこう知り合いの女の子、はい、若い女の子だけど、はい、こう社長とかにも意見するなるほど、で結構こう合理タイプでこう理想を掲げてて高い理想を持ってるんで、はい、こうもう正論をぶつけてくる感じなんですよねなるほど、だからこう煙たがられたりすることはあるかなっていう、多分タイプ5は、うん、聞かれるまで言わないですよ、聞かれるまで言わないですね、で聞いたとしても、うん、相手をなんか見定めてるような気がします、うんうん、言ってもいいなっていう人だと言ってくれるような気がしますが、うん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 、言うに値しないと思うと、うん、特にないです、それはあると思うっていうちょっと冷淡な、冷淡なので多分こう自分の好きなものがあるとするじゃないですか、はい、例えばワインが好きなタイプ5がいたとすると、はいはい、ワインのことについてめちゃめちゃ詳しい、はい、これは何年もののどこどこで作ってどんな人が作ってとか、はい、歴史歴史、はい、その歴史まで遡ってみたいな、はい、っていう話ができる相手に振られると多分ものすごく話が盛り上がるというか、なるほど、もういろんなとこのこうワインから発生して日本酒までとかいろんなとこまで作り方がねとか作り方、はいはいはい、これの作り方とこれの作り方は違うんだよみたいなとこまでこう話して盛り上がるけど、こう全然ワインに詳しくない僕みたいな人とかだと、何かちのワイン美味しいって言ってる人に対してそう、うん、あそうなんだねぐらいで終わっちゃうみたいな、で心の中でこう冷淡に見てるっていう、うん、っていうところがあるのかもしれないですよね、うんうんうん、いかがでしょうか、はい、タイプ1とタイプ5の5、うん、5人、詳しくはもちろんあのリチャード・リソさんが、うん、ドン・リチャード・リソさんがリソさんおっしゃってるんですけども、うん、まあ、ちょっと生意気にも、うん、リソさん会えないんでね、もうね、もう会えないので、はい、うん、ちょっとあと意見を足したりしてみました、はい、いかがでしょうか、はい、そんなご意見ご感想いただけましたら、はい、ま、なんかこう迷ってるとことかあったらですよね、一緒にワイワイキャッキャやりながらお話できればと思います、うん、はい、楽しめたらと、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。